食、それは生命の礎。清き海、強き山、優しき大地、神羅万象を取り込み己の糧とするがいい。お前が望むのならば、知恵と勇気を授けよう。進め。振り返るな。食の道は険しく辛い。しかし、その頂に至る時、お前は手にするだろう。輝かしきマスターシェフの栄光を。では最後に、今回参加する皆さん、一人ずつ自己紹介と志望動機をお願いします。1年 A 組、エーストラッポロです。いやー、前から興味あったんすよ。受講してよかったって言ってたやつもいるし、料理経験は寮でお菓子作りを手伝うぐらい、 あと千切りとみじん切りぐらいは知ってる程度です。3年イデアシュラウド、単位が欲しくて仕方なく参加しました。はい、料理経験はほぼないし興味もない。グループワークと体力育成系よりはマシそうだから、消去法で。僕らの指導は甘くないぞ、しっかりついてきておくれ。よろしくお願いします。さて、これで一通り調理の基礎は教えたことになるけど、二人にここまでマスターシェフを受けてみての感想を聞こうかな。初心者でもここまでやれんだなってびっくりしてます。プロのシェフは教え方もプロなんすね、さすが。じゃあ料理に興味持ったかって聞かれると、それはまた別の話っす。まあ、受講前と変わらずですよ。必須クエストを消化してるだけなんで。それに立ち仕事キッズ、単位がかかってなかったら金払ってでも帰りたいレベル。確かに結構体力使えますよね。休む暇なく次から次にやることが湧いてくるっていうか、在宅系陰キャの体力でこなせるキャパを優に超えてるよ。全ての作業で漏れなくダメージ判定がつく。そろそろ限界、一口で1日分の栄養が取れるようなスーパーフードを早く誰か開発して。身も蓋もね。僕もまだまだみたいだ。生徒たちのやる気を引き出すためにもっと精進しないとね。うわ、シェフが逆にやる気になっちゃった。ほらほら、観念してやりきりますよ、イデア先輩。寮にいると1日は5億時間必要だけど、今だけは倍速で時間が進んでほしい。